はい、どうもこんにちは。前回はですね、会場へですね、会場へをですね、ご説明しましたと。会場へっていうのは、基本的にはですね、症状ですね、症状の初心者向けのですね、教えなんですよ。まあ、戒律を守って、瞑想して、そして教えを学びなさいっていうですね。今回はですね、六波羅蜜。いわゆる個人がですね、まあ、菩薩として、伝道者、伝道する場合ですね。このですね、やり方なんですよ。六波羅蜜。まあ、あなたが菩薩のとして、教えを広めましょうと。その時にあなたが心がけるのが六波羅蜜で、それはですね、伏せ、自戒、ニンニク、精進、禅定と落ち着いてるんですよ。伏せ、自戒、ニンニク、精進、禅定、治水。で、最後の禅定と治水ってのは、要するに戒、定、慧の定、慧でしたね。はい。で、1個目の戒なんですよ。で、六波羅蜜のうちの四波羅蜜っていうのは、この、伝道する時の戒律にあたるもので、伏せ、自戒、ニンニク精進ですね。まず、伏せっていうのは、まあ、伝道するときに、教えですね。教えを、人に与えなさいっていうことですね。で、まあ、この時にですね、まあ、邪心を持って与えちゃダメだと。それだと、如来の教え、法華経をきちっと正しくですね、相手に教えてあげるっていうこと。これ、伏せですね、はい。で、まあ、受け取る側もですね、ちゃんとこれは最もこの世界で価値があるものだっていうことを理解して受け取らなきゃいけないってなんか解説に書いてありますけど、はい。でも教えが汚れるっていう言葉があって、もう下世話な人間にですね、いわゆるイエスの豚に真珠ですね、この法華経の言葉とかですね、この無性法人をですね、もう変な人間に喋っちゃダメなんですよ、伏せするときに。相手を選んで教えると、話すと。でないと教えを汚されてしまうと。例えばあなたがですね、素晴らしい人間であると、もう誰が見てもきちっとした会社を経営してて、社員にもちゃんと給料払っててちゃんとしてると、そこに変な人間が来ると、で俺がお前になんか教えてやるよなんて、こう変なこと、そういうやつ来るんですよ、会社なんかうまくやってると。そうすると、いやそんなもんいらないよとか、そう、なんだよ、せっかく俺が教えてやろうとしたのにとかって、お前バカだなって悪口言って言っちゃうんですよ。そんな変な人間が今いる変な宗教団体のやつで、法華経をきちっと理解して儒教を受けて、そしてビッグバンを起こして無性法人を人々に伏せすると、これが正しい仏教、これだけですと。で、自戒、自戒ってのはですから、教えを説くときに、まあ自分でこういうふうに説こうと。まあ、戒律によく似てますね。はい。で、ニンニク。まあ、いろんなインチキな人間が嫌がらせの言葉言ってきたり、こうやってくるけど、そういうのも耐えて頑張ろうと。で、三次元ですから、どんな三次元でももう乱れてるし、そういう世界だからこそ広める仕組みが成り立ってるんで、政治界ニンニクですね。まあ、精進ってのはまあ、これに集中して努力してやっていくっていう。まあ、これ大学受験の時と一緒ですよ。政治界ニンニク精進。で、禅定は瞑想ですね。で、治水は法華経と。でですね、もう法華経っていうものに気がついてると。お釈迦様はこう言ってるんですよ。もう法華経っていうものが、無性法にビッグバンの起こし方から、そして、儒教を授けて無限奥土を無限に広めていくと。さらにそれが、何もないけど全てあるっていう状態を作ってるものだと。そしてその状態はすなわち何も始まっていない状態である。それは無性法人であると。っていうことがもしも分かってる人は、法華経だけをやればいいっていうことが分かってる人は、六波羅蜜のうちの治水だけやってればいいと。他はいらないんですよ。要はもう治水だけ、これだけやってれば、勉強してればいいんであって、もう他はいらないんですよ。要は瞑想する必要もなければ、伝道するとか、我慢するとか、そんなものないんですよ。もうこれを気がついちゃってる人にとっては。もうこれだけで。もう何言われても感じないし、で、教えようとも思わないし、教えないとも思わないし、その人の存在そのものがもう不正になっちゃうし、
でその人は別に自戒してるつもりはないんだけどもう自戒にもなるし、で我慢してるつもりもないんだけどニンニクもなるし、で承知にしてるつもりもないんだけどもこれが面白くて面白くてしょうがなくてもこればっかり聞いちゃうんですよ。こういう状態のことをですね、もうホケ三昧って言いますね。ホケ三昧、明音菩薩音ですね。明音菩薩音の中で、ケトク菩薩はホケ三昧を得たと書いてありますね。ケトク菩薩はホケ三昧を得たと。ホケ三昧を得たってことは儒教をもらってもどんな世界に生まれ変わっても法華経にしか反応しないと。どんな如来の世界に生まれ変わってもその世界の世法の如来が説いた第5番目の教えしか反応しなくて、もうその状態になった人は六波羅蜜のうちの後の瞑想もしなくていいし、あとその四波羅蜜ももう気にする必要ないと。なんでかってもう法華三昧、法華経とどんな生まれ方一体になってるから何言われても気にならないし、もう法華経のことしか話さないし、法華経そのものになっちゃうんですよ。はい。ですからその人はですね、もう変なものにも行くこともないし、もうこれ聞かないとですね苦しくなってくる。ああって、ああホケホケホケっつって、はい。もうこういう状態になったことをホケ三昧って言うんですよ。これ儒教をもらったスーパー大菩薩もホケ三昧の状況なんで、それがですね明音菩薩のですね、あのケトク菩薩がそういうものになったっていうのを示してあるんですよ。それでケトク菩薩はホケ三昧を打って次の世界で、またホケ経に出会ってそこで如来になって弟子たちに儒教を授けて、そして現実在資金三昧の力でビッグマクが生まれ変わらせあっちこっちに、それで彼らにも無償法人を悟りを授けると。で彼らは如来としてまたさらに無限億土を広めていくと、こういうぐらいですね。はい。ですからもう法華経っていうのに気がついた人は六波羅蜜も会場へも気にしなくていいんですよ。もうその人そのものがですね、存在そのものが法華経になっちゃうんで、ですからそんな人が遠くから来ただけでですね、この意味が分かる人はときめくんですよ。もう法華三昧になってる人がですね、遠くに見えただけでですね、もう法華経に帰依してる人はもうときめくんですよ。ああ、あの人は来たっていうふうに。ですけどですね、インチキなですね、犬や豚のような人たちはですね、インチキなですね、ですからなんかサリン巻くようなやつらとか、そんなのが変なのが来るとですね、そんなところの教祖が来るとときめくんですよ。それはですからですね、犬豚のときめきなんですよ。法華三昧のときめきっていうのは違うんですよ。法華経だけなんですよ。要するにですからもうこの世界っていうのは、宇宙っていうのはもう法華経を読むために存在してるんですよ。ビッグマンを起こした法華経を読んで、そしてもう無償法に誘って、でさらに儒教を授けて、もうどん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 無限億土を広めていくと、これだけなんですよ。そのために法華経があって、儒記があって、現一切沈まビッグバンがあって、無償法人の悟りがあるんですよ。ただこれだけですよ。ですからこの法華経を読むためだけに、ビッグバンが起きて、時間と空間があって、地球があって、惑星があって、生態系があって、二元論があって、もう全て宇宙の仕組みっていうのはあなたが菩薩なんで法華経を勉強するためにあるんです。ここまでも分かっちゃうと、人のことをこれ法華三昧に入ってる人ですね。はい。例えばここで、いやそんなことはないよなんてこういうのは、もうそれはもう犬豚の道の人なんで。はい。天台智さんですね。天台智さんもですから、法華経だけあればいいんだって言いましたね。この人もだから法華三昧に入ってますね。はい。はい、今日は以上です。皆さんもですから法華三昧に入った人はですね、会場絵も六波羅蜜もいりません。治水だけです。もうその人の法華経そのものになるんで、もう黙っていてももうこればっかり勉強して、これを暗記して全体がつながって理解して、もう儒記と現一切資金三昧と無償法に、もうこれしか考えなくなりますね。で話はもうこの話しかしなくなりますね。はい、はい、今日は以上です。どうも。